ポストコロニアル理論は、教義には文芸批評の理論である。植民地主義や帝国主義に関わる文化、歴史などを広範囲に取り扱い、批評、評論していくが、多岐にわたる方法論や問題意識の集合体であり、一つの運動ではない。略称はポスコロ。20世紀後半、第二次世界大戦後、世界が脱植民地化時代に突入すると、それまで植民地だった地域は次々に独立を果たしたが、こうした旧植民地に残る様々な課題を把握するために始まった文化研究がポストコロニアリズムである。ポストコロニアリズムの旗手エドワード・サイードが表したオリエンタリズムの視点がポストコロニアル理論を確立した。例えば、ヨーロッパで書かれた小説にアジア・アフリカなど植民地の国々がどのように描かれているか、あるいは旧植民地の国々の文学ではどのように旧宗主国が描かれているか、旧植民地の文化がいかに抑圧されてきたかといった視点で研究する。一般に、旧植民地と旧宗主国、またはその他の国との関係性に着目し、西欧中心史観への疑問を投げかけ、旧植民地文化の再評価のみならず、西欧の文化を問い直す視座を提供する。個人が抱く美意識の画一化、変更からの解放を謳う。日本の場合、ヨーロッパとの関係、アジアの植民地との関係においても考察の対象になる。今日では西欧世界の他者理解を批判するためのみならず、自国の他者理解にも通じる視点を持った文学及び思想の分析、メディアに対する分析、さらにフェミニズムからの分析などが行われている。例えば、ジョゼフ・コンラッドの闇の奥は啓蒙の仮面をかぶった帝国主義を批判しながらも、文明、野蛮の二分法を引きずっており、文化相対主義とは隔たりがある。菊池夏のポストコロニアリズムとジェンダー請求者2010年4月 ISBN 978-4-7872332-134 サンドラ・ハーディング科学と社会的不平等フェミニズムポストコロニアリズムからの科学批判森永康子役北大路書房2009年5月 ISBN 978-4-762826-788トリン・ティー・ミンハ、女性、ネイティブ、他者ポストコロニアリズムとフェミニズム竹村和子役、岩波書店、1995年8月25日、ISBN 4-00-002-950-9。ありがとうございます。